全然違いますね。なんかこう匂いとかしてきます、ね、もう海苔の香りって感じですね。生徒たちが焼いているのは地元産の海苔。自ら焼いた海苔をおにぎりに巻いて食べました。この出張授業は県漁業協同組合連合会が毎年行っているもので、今日は岡山市の岡山南高校で初めて高校生を対象に行われました。岡山県産の養殖海苔は全国で8番目の生産量を誇る反面、認知度が低いことが課題に挙げられています。授業に参加した生徒27人は海苔の養殖の工程や生産の課題などについて説明を受け、理解を深めていました。岡山県の、生産量とかそういう知識が結構学べたので楽しかったです。水温が上がってこの海苔が取れる時期が遅れてとか、そういう詳しいことまで知れて、なんか新しい発見ができてよかったです。皆さん元気よくて、これから海苔の漁期に入っていくんですが、僕らも元気をいただいて、今年もいい海苔が取れればなっていうふうに思ってます。県はこうした活動を通して若い人に関心を持ってもらい、岡山産の海苔の消費拡大につなげていきたいとしています。